町田米軍機墜落事故とは、1964年4月5日に、発生、死者4名重軽傷者32名を出した、航空事故である。同日影な飛行場から両機と2機編隊で、発進したアメリカ海軍の戦闘機が、定期飛行訓練のため、厚木基地へ向かう途中で故障を起こし、午後4時28分頃に、町田市中心部の原町電線2 7 4番地に、 ある要塞点を兼ねた民家に墜落した。墜落地周辺では衝撃及び火災が発生し、民家7個が全焼、7個が反壊した。この事故により、一般市民4名が死亡、32名の重軽傷者を出した。これらけが人は、現町田病院、伊東病院、中央病院、国立相模原病院などへ搬送された。なお、乗員1名は、墜落前に、 パラシュートで脱出し、約 2km 離れた小笠下団地に着地後、米軍病院に収容された。墜落地は、当時の原町大気へと通じる、繁華街の目抜き通りに隣接しており普段なら、かなり人出がある場所だったが、想像されうるほどの甚大な被害には至らなかった。要因として、以下のようなものが考えられる。墜落機は、南南東の方向から墜落したと推測され、 この事故の5ヶ月後に起きた大和米軍機墜落事故のように墜落後200メートル以上の滑走という事態が起こっていれば町田市の中心部は甚大な被害を受けていただろうとは当時の青山東吉郎市長の段である町田市で発生した米軍機墜落事故について町田市ホームページ www.city.macida.tokyo.jp、ok 2019年8月13日閲覧、ありがとうございます。